来たであるか、太陽の歌、あの建物を見るがよい。あれはセンタービルという、かつて人間の友が住んでいた場所である。うーむ、人の気配がしませんな。もはや人間は住んでいないのでは。だとしてもこの目で確かめたい。ジャック、センタービルへ向かうのである。そっちも来てくれぬか。一緒にいるだけで心強いのでな。まあもちろん行きましょうね。みんな先に行ってるっちょ。ここからまっすぐ北にある場所っちょ。なるほど、これライドできんの。あ、行けますね。なんかいるぞ。あ、ピッキーですね。ちょっとスカウトしときましょう。テンション上げた方が良かったかな。まあ 65% ならね、結構いいんじゃないでしょうか。あ、ダメ。別にみんなテンション上げときますか。よし、これでもう一回スカウトいきましょう。いいですね。いや、これはいったでしょう。よしよしよし。ピッキー。そうだな、ピッキーか。ちょっと待って。ピンコで。あー、レベル5か。そうですね。まあ、ピッキーも、ちょ、8回使うかな。多く下げるか。よし。お、ルーラポイント。崩落都市南が追加された。なるほど。いや、いらっしゃいだっちょ。ここで体を休めるぐらいはできるっちょ。まあ一応休んでいきましょう。おはようだっちょ。疲れたらまた来るといいっちょ。おう、太陽の歌、そっちの力をまた借りたいのだ。都市全体の電源が停止してるせいでシャッターが動かないんだぜ。中に人間がいるかもしれねえってのに、このままじゃセンタービルに入れねえ。だけど電源装置のある送電施設への道には魔物がいて、俺たちじゃ近づけないんだ。どうか北東にある送電施設へ行き、電源を復旧してきてはいただけまいか。ここから時計回りに道を進めば問題の送電施設に着くはずですぞ。北西のあたりに石碑があるから、まずはそいつを目指して進むんだ。モンスターマスターの特技を教えてくれる石碑だから、寄っていけば役に立つはずだぜ。電源復旧の件よろしく頼むのである。ビルに入れなくては何も始まらぬってな。北西か。
か、いろいろいるな。なんかいろんなモンスターいますよ。これメタッピーか。これも一応スカウトしたいな。テンション上げとこう。毒スカラ、もう一段階上げときましょう。よし、これでいけるだろう。ミスるの？あ、いいですね。でもよしよしよし、これはいったね。まあ、メタッピーだからよし、これでいいでしょう。トリッピー。風の使い手。どっちがいいんだろう。こいつにしとくか。さっき人食いそうみたいなのいたな。こいつ強いのかな。なんかちょっとやばそう、やばそうだな、これ。まあ一応ひとまずテンション上げとこう。これはやばい敵に挑んでしまったかもしれませんね。あれ？これ3回、2回行動？これちょっとやばいかも。ちょっと待って。もう一回テンション上げて。いや、でも耐えられるよね、多分。まだ。まだ耐えられるはず。3回は痛いな。あ、痛い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 。でもこれでいけるでしょ。どうでしょう。何これ。あ、こんまにとかそういうレベル。最悪じゃんこれ。ちょっと待って、これ死んだんじゃないこれ。やめ、いや、これやばいやつだ、これやばいやつだ。やばい、死んだ。これやばいやつだって、やばいやつ。これちょっと待って。逃げさせ、あぶな。これ、電電流系だ。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。これやばいやつじゃん。あれ、間違った。まさかね、あんな強いとは。いやね、ああいうでかいやつにはちょっとね、触んないようにしとこう。あ、ベビパンじゃん。ベビパンいいじゃん。これはぜひとも欲しいですね、ベビパン。
結構素早さが速いですね、やっぱり。よし、よし、行け。よしよし、いいね。ベビーでしょ。パンサーで。で、こいつは、ちょっと可愛いんで、ちょっと連れてきたいなぁ。こいつ、バッタいらないかな。戦いながら行った方がいいかな。よしよし、じゃあこれ焼きナスこれ焼きナスさ、ちょっと回復すんのはいいんだけど、ちょっとね、ベビパンをちょっと、ん？いや、あれ、キラパンじゃねえの、あれ。いや、あれ、キラパンはやばくない？ちょっと。ん？こっちへ道に進むと送電施設があるらしいのっちょ？いや、あれ、金、いや、あれはちょっと多分やばいよね。いやいやいや、なんかいるよ、まだ。これ、まだやばいのいるじゃん。え、これ絶対やばいでしょ。ダッシュラン、これダッシュランだよね、確か。あれ？やばいやばい。やばいって。あ、よかった。え？ポムポムボム。うわー、またよくわかんねえの出てきた。ちょっと待って。テンション上げとこう、とりあえず。これ物質系だっけ？なんか強くね、こいつ。これベビパン、これベビパン死ぬんじゃないか。これ大丈夫か？これベビパンに攻撃するなよ。他のやつに攻撃して。いや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 、アホだろマジ。こいつなんだよ。頭おかしいのマジで。いやー 45% きついでしょ。うっそー。なんだよもう。またこいつ出すしかねえじゃん。とりあえずテンション上げといて、いやーちょっと待って、ちょっと待って、よし、薬草
よし。危ない危ない。で、これでスカウト。14、32。いや、これ結構やばいな。うわ、マジか。いや、これ倒した方がいいかもしんないな。いや、これ結構強いぞ。危な。いや、結構強いんだな、これが。ちょっと待て。うちの可愛いベビーバンが。守りの種。いや、これ、あぶ、あぶ、あ、待て、やっちゃったよ。これ絶対ダッシュランはやばいやつでしょう。いや、戦いたいけど、いや、またいるじゃん。それともそのぐらいレベル上げないと、もしかしてやばい敵とかいるってこと？これ戦えんのかな？いや、ダメだよね、多分。ここにあるのはモンスターマスターの特技が覚えられる石碑だって聞いてるっちょ。モンスターマスターであるあんたの役に立つはずだから調べてけっちょ。どれどれ、どこにあんの。特に満タンを入手してください。あ、これ、あ、こっちに行く前にってこと。何？リアクターで調べろってこと？うん。あ、これか。え、全然気づかなかった。特に満タンを入手します。満タンを覚えた、これいいですね。よし、モンスターマスターの石碑に着いたんだな。送電施設はそっちから、あ、そっから東の方角だぜ。道が険しくなるから落ちないように気をつけていくんだぜ、太陽の歌。でもルーラーポイント一応触っときたいよね、あれ。北西ゲート前が追加された。いや、あそこのダッシュランみたいなやつとか、なんかあそこら辺の敵も捕まえたいですね。いや、これ強いだろうな、絶対。いや、こいつまだいるじゃん。いや、捕まえたいけど。結構強いからな。いや、これ倒した方がいいな、とりあえずは。つか、自分のレベルがこっちの側に足りなすぎるな、多分。ただ、この眠り攻撃がね、かなり優秀。よし、行った。いいね、いいね。いやね、ある程度ね、レベルも上げながら行かないとね。ん？なんかいるよ。なんかいる。めっちゃいる。
ドルイドにニードルマン。あー、なるほど。ちょっと欲しいけど、とりあえず倒しとこう。なんか強いかもしんないからね。よし、いいよ、この眠り攻撃。あ、67、これは美味しいよ。お、スキルポイントが溜まったんで、ピオラ、メダパニ、あんまいいの持ってないな。風ガード。まあ、素早さ持っててもいいかな。なんか技はそんなにいいやつ持ってないな。よっと。あ、またいますね。一回頑張って捕まえてみようか。よし。いいよ。あ、この応援はありがたいですね。あ、さらにテンションが上がった。で、ドルイド。あ、いいよ、これは。よしよしよし。こいつも HP、まあ、回復タイプか。ね、これはもう見た目でいきましょう。だるだるで。よし。これなんだ？これどうなってんだ？あ、落ちないよね。あ、まだいるのか。ついでにニードルマンも捕まえますか。テンション、テンション、テンションと。いや、この応援ありがたいな。よしよし。で、スカウトでニードルマン。よしよし。よし、これはいったね。ニードルマンね。2ときたら、ニードロップで。あ、またダッシュランいるぞ。ここら辺で結構レベル上がるかもしれないですね。よしよし。スラオは、どうしよっかな。体当たり。
そこまでこ、まあ、ステータス上げるか。ウサギも、まあ、ビーストフォース上げてもいいか。ふーちゃんは、まあ、焼けつく息を覚えられるから、こっちをちょっと上げときましょう。ドラゴンキッズか。これも欲しいね。まあ、基本的にね、守ってないモンスター全部欲しいんですけど、いや、結構強いな、攻撃が。スカウト。よしよし、いいよ。いいですね。ドラか。よし、ドラえもんで。はい。あ、やばいやばい、やばい。よしよし、いいよ。あ、意外に強いぞ。よしよし、いいよ。よし。で、スキル、ちょっと待って。よし。はい。てなわけでですね、まあ、時間がいい感じになったので、今回はね、一旦ここで区切りたいと思います。まあ、次回はですね、まあ、ここが送電施設らしいので、まあ、この中にね、まあ、入ってみたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただけますと、クリックしていただけますか、もしくは、画面左上の方に、チャンネル登録はこちらというバナーの方が出てると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。